はようございます。たかしです。本日は1月13日木曜日、ただいま9時3分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは週足から見ていきます。現在はエリオット波動123、ここが4波、そこから5波がいつ出るのかなというところを待っております。今この上昇が5波になるのか、それとももう一度下落してそこから別の5波が出るのかっていうのは分かりませんが、今は一旦5波待ちというところです。で、見ていただきたいのは今週のローソク足なんですね。まだ明日もう1日あるんですが、現在ねストキャスティクスは高値圏いっぱいいっぱいにあります。で、今週のローソク足が今気迷い線みたいになってますよね。今までずっと陽線で更新してきていたんですが、今もまだ陽線ではあるんですが、実体がほぼない状態です。というか今までに比べて実体が明らかに小さいんですね。となるとそろそろこの辺から下落のサインになるのかなというような気もしますので、その辺が注意が必要です。今はこの黄色の平行チャンネル、この2本ですね、ここの間でのレンジになるのかなというふうに大枠では見ていますが、ここを上抜ける可能性があるとも見ております。ただそろそろ折り返し地点にあることも確かですので、ここからの下落、どこまでの押しをつけるのかというところが注目ですね。では日足です。日足のストキャスティクスはほぼ機能していない感じですね。一旦デッドクロスして下げてきたんですが、結局はまた戻っております。 MACD に関してはモメンタムが今消えかけてきております。で、昨日お話ししてたんですが、モメンタムが一度消えかけてそこからもう一回再上昇する時があると言ってましたが、やはり上にも上げきれないという感じですね。昨日は上髭陰線となっておりますので、少し動きとして怪しくなってきた感じがします。ただやはりここの一旦高値を刺しに行きたいんだろうなっていう気がするんですね。まあこれは個人的見解ですけれども、ここを刺しに行ってこの辺にあるストップロスというのを借りに行かないと下げるに下げられないんじゃないかというような気がしておりますので、ですので今はここでのレンジをもうしばらく続けるか、それとも一度上に刺しに行って、大きく上髭で下落になるかというところかなと見ております。先ほどの週足のストキャスティクスを見ていても、そろそろ下落してもおかしくない状態にはなってますし、今週がここの揉み合いで終えるようですと、ストキャスティクスがいよいよ怪しい状態になってくるなとは見ております。では4時間足です。4時間足でもここのオレンジのエリオット波動、3波進行中からの4波に入るのか、それともまだまだ3波が進行するのかというところです。今はここ一旦踊り場になっておりますが、 GMMA のこの青帯と赤帯が今乖離が解消されて、ここで今ぐちゃぐちゃとなってきてるんですが、ここからもう一段上昇できるのかどうか、ここからもう一段上昇していくようですと3波進行中かなとは見ておりますが、今かなり上値も重そうになってきておりますので少し怪しいですね。なのでやはりここでは 1,2,3、 もう少し時間かかると思いますが、ここが全体が4波、そこからの5波が出るというふうにイメージしております。ただその5波がどこまで伸びるのかですね。その先ほどの日足でのこの、切り上げラインが、この白いのがあるんですが、ここまで上がってくるのか、それとも158円ぐらい、この黄色のラインですね、この辺で終えるのかというところですね。ですので 1,2,3,4,5 となるのか、それとも5波がフェイラーとなってここで終了するのかというようなイメージを持っております。現在ストキャスティクスは安値圏に向かっている途中ですね。 MACD に関しては今方向感がないんですが非常に弱いですね。そして相場はずっと横向きなのですが、大体は下向きになっておりますので、大きくはダイバージェンスが起こっているように見えますよね。で、これはずっと前からこの辺から起こってますよね。この辺からずっと下落基調で、ここからはチャート自体はずっと上昇していて、まあ横ばいですが、というところでダイバージェンスが起こっておりますので、比較的大きな下落が起こってもおかしくないとは思っておりますが、今はここでの時間経過を待っているような感じにも見えますので、もうしばらくはこの緑のボックス、この辺でのレンジになるのかなと見ております。そして今、昨日は4時間足の目線切り替えポイントをここまで引き上げたんですが、結局ここの高値を抜けてませんので、今一旦戻してます。そして1時間足の目線切り替えポイントを今ここに持ってきました。ここのヒゲ先ですね。今、昨日はここが戻り高値になっていたんですが、そこを上抜けておりますので、今1時間足の最高値がここの押し安値がこことなっておりますので、現在は1時間足の目線切り替えポイントは 155.953 のこの紫のラインと考えておりますので、今は1時間4時間ともに目線は上となっておりますので、またこのボックス加減ぐらいに来たところではロングエントリーでまたこの高値を目指してもいいのかもしれないなと思っております。ですので今はここのボックス内でのトレードかなと見ているんですね。で、それ以外で言いますと、今はここ高値圏、週足日足での高値圏になりますので、もし
しこのボックスを上抜けてもそこにロングでついていくのは危険だと考えます。かといってここを下抜けてもやはりこの辺ぐらい155円ぐらいが次押し目買いのポイントになってくると思いますので、その辺ぐらいまでの値幅でしたらショートエントリーはありだと思いますが、少し値幅が少ないのかなという気もしますので、今は下げてきたら押し目買いをしたいところですし、もし短期足でのトレードでしたらこのボックス内で上限に来たところではショート、そして下限に来たところではロングという攻め方でいいのかなと見ております。ただ全体的にやはりトレンドとした上向きで、目線も1時間4時間すべて上ですので、できればこのボックスの下限からのロングを狙っていきたいところではありますね。では1時間足です。現在はこの緑のボックス、先ほどご説明しましたこのボックス内で動いていると考えております。またこの紫の平行チャンネルですね、この加減もそれなりに意識されているように見えますね。この加減に張り付くようにして昨日上昇してきて、そしてこのボックス上限でぶつかって今一旦下落してきているという感じですね。本日もこのボックスの中での推移なのかなというふうには見ておりますので、先ほど言いましたようにボックス上限に来ればショート、下限に来ればロングというような戦略でいいのかなと見ております。ただ基本的には今上昇トレンド中で強い上昇中でありますので、できればボックス下限に来たところでのロングの方で攻めていきたいなと。で、上限に来たところでのショートでもいいんですが、一旦158円ぐらいまで上抜ける可能性を考えておりますので、上限でのショートはしっかりストップロスを入れるのをお勧めします。現在4時間足のストキャスティクスが安値圏に来ておりますので、そのストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロスするときに、もしボックスの下限に来ていれば、その4時間足のストキャスティクスを見てエントリーするのがいいと思っていますし、もしその時にボックスのこの中途半端なところにあるのであれば、そこから一旦の上昇はすると思いますが、値幅が狭くなりますので、あまりそこはおすすめできないかなと見ております。それではまとめますと、昨日とほとんど動いておりませんので、基本的にはやはりここ高値圏での推移というところをお忘れのないようにトレードをしていきたいところですね。現在はここ158円ぐらいが日足の平行チャンネルの上限になりますので、この辺ぐらいまで上昇してきたところで長い上髭をつけたりとか、そういうような動きを見せるようですと、そこからのショートエントリーで、ここの 38.2% ぐらい、154円のミドルから155円ぐらいっていうところを狙っていきたくはありますが、今基本的にはこのボックスの中で動いておりますので、ボックス下限に来たところでのロング、ボックス上限に来たところでのショート、しっかり引きつけてというところがポイントかなと見ております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。